メーカー。はい、今回はこちらの商品です。はい、またもやグローブですね。グローブね。はい、水野セレクトラインシリーズ、セレクトラインのミッド、ミッド部門、ミッドね、ミッド部門、ミッド部門ね。はい、で今こちらの4つ、前に置いてある4つが少年軟式用ですね。あ、少年軟式用ですね、はい、で今自分がはめてるのと、こちら後ろ、こちら一般軟式ですね。私たちが持ってる4点が一般用ですね、はい、うん、まあ同じものが少年用と軟式用でありますと、ありますということですね。はい、はい、ではパートミットの特徴いきましょう。特徴ね、はい、はい、まあまずこちらセレフト9ですのでね、うんうん、エンブレムが、エンブレムが、エンブレムね、かっこいいね、はい、このおお、ゴールドでね、はい、ゴールドで、ゴールドで縁取りが青で高級感あふれるね。ありますね、いいですね、かっこいいね。はい、であとまあ平裏部分にこちらですね、はい、そこですね、うん、はい、はい、まあ、ステアソフトと、あ、プリントされてるね、はい、ね、ステアソフトです、はい、はい、で特徴、特徴、まあ、ポケット部分ですね、うん、まあ、広めにやっぱ作られて補充しやすい。ああ、ファーストだからね、やっぱどんな球もとりあえず取るっていうことがね、しっかり取る、大事だからね、うん、あ、ポケット広いわ、広い広い広い、大きくね、そう、大きくなってる、ここの縁に当たればこう中に入ってくれるような感じのね、とりあえず入れてくれましたね、はい、うん、はい、はい、であともう一個特徴、はい、今度裏ですね、ベロ部分、ベロ部分ね、ここですね、はい、こちらです。そこがアキシー構造って言われてるね、アキシー構造ね、ちょっとね、珍しい感じのポンポンポンと、ね、この部分ね、この、まあ、バツ3つとくぼみがある、そう、ここね、まあ、そのくぼみスリットですね、うん、の部分がちょっとアキシーって言われてて、アキシーね、ここそがあることによってちょっとこういうね、ちょっと動くんでしっかりと握りやすくなってる。あ、なるほどね、うん、より補給しやすくなるってことね。そう、これがあることなんで皮がね動きやすくなる、ね、そうそう、動きやすくなるんだね、これね、はい、がファーストミットですね。ファーストミットね、はい、続いてキャッチャーミットですね、はい、キャッチャーミット、キャッチャーミット、キャッチャーミット、まあこちらもちょっと同じようにエンブレムはセレクト9のゴールドね、ゴールドで、あ、かっこいいね、はい、はい、はい、ですね、はい、で特徴なんですけども、はい、まあ、一回ちょっとはめていただいて、はい、はい、こちらですね、うん、表の部分、はい、キャッチャーミット、これポケットが結構浅めに作られてるんですね。浅めの、浅めだね、ポケットね、浅め、浅めなんですけども横には広く、ワイド、ワイドになってるね、ワイド、あー、なるほどね、ワイドね、はいはいはい、広く浅く、広く浅くね、その分しっかり補給しやすいんだね、ね、まあ、朝方が好きな人はね、そうですね、これいいね、実際いちたもね、つかさんも朝方好きだから、そうですね、これいいな、私はそう、浅い方が好きなんです。朝方、朝方、夜方じゃなくて朝方、朝方はい、あとこちら一般の方だけ、一般だけ、一般の、あとキャッチャーミットか、一般のキャッチャーミットだけなんですけども、この上の部分ですね、この部分ですね、上の上、そこにまたスリット構造が、あー、スリット構造ね、はい、ここ、ここ、一段置きにここ、ここと皮が切られてる、ね、皮が切られてるね、あ、だからその分閉じやすくなるのか、閉じやすいっていう、はいはいはい、ここがね、よくキャッチャーミットなんかはここがやっぱ硬いけど、うん、そうそう、ウェブが硬くなっちゃう、ね、これがあることによってここの柔らかさが出てくるってね、閉じやすいね、あ、そう、まあそれは一般男子だけなんでね、うん、と少年用にはちょっと昔の構造入ってない、うん、少年男子は普通ですね、うん、いや、これ嬉しいね、キャッチャー見たら特に硬、うん、いからね、硬いからね、うん、はい、で、こちらのグローブは、はい、はい、1回送料無料で交換できます。おー、チェンジ、チェンジ、そう、チェンジ、チェンジ、チェンジ可能です。まあ、実際はめてみて、あ、ちょっと違うなとかね、ちょっと自分のイメージしたのと違うなって思うこと、あると思うんで、ちょっと違う色にしたいなとかね、あ、色も OK です、色も OK、 黒買ったけど、いや、もっと鮮やかな方がいい、こっちだな、黄色がいい、そうだよ、俺ファーストミット買ったけど、やっぱキャッチャーミットの方がいいなっていうのも OK、 はい、じゃあこちらのセレクトナインを使って使ってボールをキャッチしよう、キャッチしよう、はい、今週のプレゼントコーナー、いいよ、はい、今週のプレゼントはこちらです、こちらになります、こちらを1名様にプレゼントします、1名様、はい、応募方法はチャンネル登録をしてコメント欄にこちらを書いてください、お願いします、よろしくお願いします、この後は次回予告、あー、惜しい、ういあ全部同じとこになってる毎日18時更新、毎週視聴者プレゼント、ベースボールタウン公式チャンネル